まだ早いし、どこかへ行く？一目惚れはオークションハンマーの音で伝えろ。遅延による骨董品オークションが近日開幕。興味のある人はぜひルローシャキャンプで行われるオークションに参加を。よそ者、お前のことは覚えてるぞ。オークションでお宝を探すつもりか？俺たちのオークションにはそんなに多くのルールはない。ベロブルグの奇怪なお宝から道端で拾ったボロボロの靴下まで何でも揃っている。遅延がルローシャキャンプの運営に携わるようになってから物資の配給に大きな問題があることが明らかになったんだ。そこで俺たちはみんなが必要なものを手に入れられるように各自の所持品を使ってオークションを開催することを思いついたのさ。そうだな、例えばオレグさんが使ったグローブとか、フィドラさんが制作したロボットとか、ルローシャキャンプには古代遺物を探す異端者がたくさんいるから、このオークションでも珍しいお宝が数多く出てくるはずだ。なんだ、知ってるのか？それでどうだ、さっきよりオークションに興味が出てきただろう。よし、それじゃあオークションの詳細が書かれたパンフレットをやるよ。当日は地髄鉱脈探診のことをフックに教えよう。もしかしたらフェスマンのために宝物を取り返そうとするかもしれない。思ってたんだ。親父はもう誕生会の日を決めたのに、私はまだ機器を売れてないし、親父へのプレゼントも用意できてない。どうしよう名誉隊員、何かいい考えはないか？あ、そうだ、お前に単身のことを聞こうと思ってたんだ。それで何か手がかりを見つけたのか名誉隊員？オークション、 こんな偶然ってあるのか？お前、あたしをバカだと思ってるだろ。オークションなら機器も売れるし、親父へのプレゼントも買える。最高じゃないか。機器はまだ魔女ババアのところにある。早く取りに行ってオークションにエントリーしよう。ナターシャお姉ちゃん、キキはもう治った？フックのクマのぬいぐるみのことね。大体のほつれは治したわ。確かめてみて。わあ、新品みたい。ナターシャお姉ちゃんすごい。喜んでもらえて嬉しいわ。でもぬいぐるみを受け取るだけなのにわざわざ彼女を連れているなんて。言いなさい、今度は何を企んでいるの？私たちは多く…あ、違う、何も企んでない。あ、口の軽いやつめ。オークションってルローシャキャンプの？そう、私が頑張って直した機器をオークションで売り払うつもりなのね、フック。それは、その、おい名誉隊員、早く私の代わりにごまかせ。君たちのコンビは本当に可愛いわね。ただの冗談よ、フック。キキは君のものだから、どうするかは君が決めていいわ。ただ一つだけ約束してちょうだい。何？もう列海には行かないこと。
ヘスマンさんはこの前のことを聞いて、わざわざ私に根掘り葉掘り聞きに来たのよ。君の心配をしているの。分かったら、もう彼を悲しませるようなことはしないでね。親父。分かった。約束する。もうナターシャお姉ちゃんと親父を心配させない。またこの子の世話を頼むことになりそうね。でも君も楽しんでいるみたいだから、これ以上は何も言わないでおきましょう。行ってらっしゃい。順調に行くことを祈っているわ。ありがとう、ナターシャお姉ちゃん。行こう、名誉隊員。いざオークションへ。こんにちは。オークションへの参加をご希望でしょうか。そうだ、このでっかいクマさんを売りたいんだ。ぬいぐるみ？ちょっと見せてください。申し訳ありませんが、これは売れない可能性があります。とても価値があるようには見えません。ではもう一回見てみます。確かに作りは悪くない。布地も柔らか。でもこれだけでは大した値段で売れませんよ。待ってください。このぬいぐるみの目、天然の国宝石ですね。なんと、こんなみすぼらしいぬいぐるみにどうしてこのような貴重な宝石が。おい、今みすぼらしいって言ったか。取り消せ。まさかこんなことが。ただもう一つ言わせてもらえば、これは宝石を外して出品した方がいいと思います。なんだって？これはキキの目だ。取るなんて許さない。怒らないでください、お嬢さん。怒らないで。わかりました。では売り手の意思を尊重してこのまま出品しましょう。それではこの委託契約書にサインをお願いします。私がサインする。二人とも競売に参加する場合はここで買い手の身分登録をしてください。もちろん参加だ。私がサインする。名誉隊員、お前は単身のことを探れ。単身？それは地髄鉱脈単身のことでしょうか。私の知る限り、単身の落札を狙っている人はかなり多く、販売価格は600シールドを下らないと思われます。地髄鉱脈単身はオークションの最後に出す予定です。希少価値と有用性を兼ね備えた至極の宝物ですので。ですが慌てる必要はありません。あなたたちのぬいぐるみについている宝石だってそれなりに値が張るものです。高額で買い取ってくれる人がいれば、きっと単身を手に入れることができますよ。ええ、全てはあなたたち次第です。コツを伝授しますね。オークションに参加する買い手が多ければ多いほど、あの大きなクマのぬいぐるみの値段も上がります。この会場にはたくさんの潜在的な買い手がいますので、あなたは優しく後押ししてあげるだけでいいのです。よくわからない。何を言ってるんだ。真摯な愛ってそんな便利なものなのか。キキはこんなに可愛いんだから早く聞いてみよう。きっと買い取りたい人がたくさんいるはずだ。その、ほら、すごく可愛いだろう。手触りも柔らかくて思わず抱きしめたくなるんだ。キキがそばにいれば毎日いい夢が見られること間違いなし。どう？人の顔を見て話すのが本当に苦手な人がいるって魔女ババアから聞いたことがある。ああ、
俺に話しかけるな。いいか、オークションで勝つのは一人だけ。ここにいる奴らは全員俺の敵だ。この俺を騙せると思っているのが、友好的なふりをしている人間ほどその裏で策略を巡らせているものだ。このおじさん怒りっぽいみたいだな。怒る？怒ってなどいない。むしろ俺は機嫌がいいんだ。適当に物を言うな。お前たちは売り手だな。出品リストの中にクマのぬいぐるみがあった。あれはお前たちのものだろ？ふん、顔に出ているぞ。そのクマのぬいぐるみには何か仕掛けがあるに違いない。このおじさん、世界中の人が自分を陥れようとしてるって思ってるみたいだ。なんだ、俺に得させたくないのか？そのぬいぐるみにどんな秘密が隠されているのか、絶対に確かめてやる。本当に変なおじさんだった。まあでも結構うまくいったな。これあのクマのぬいぐるみすごいわね。あなたも見た？あ、ごめんなさい、つい見入っていたわ。まさか返事をしてくれる人がいるとは思わなくて。まあ入札するお金もなさそうだから教えてあげる。でも本当に理解できない。なんであんな貴重な宝石をクマのぬいぐるみに？もしかして新手の詐欺かしら？キキがあの石にふさわしくないっていうのか？あ、キキ？それって大丈夫、気にしてないわ。いずれにしてもあれほど純度の高い黒宝石は仮想部ではめったにお目にかかれない。ふん、キキは絶対に高値で売れる。あの、そろそろオークション会場に行って開始を待ってもいい時間。でも少々お待ちください。まもなくオークションが始まります。続いては黒宝石が縫い付けられた手作りのぬいぐるみです。ボルダータウンの宝石愛好家フック様による出品でございます。非常に珍しい黒宝石と素朴で可愛らしいぬいぐるみの組み合わせです。開始価格は300シールド。325。あ、25シールドだけあげるのはちょっと。何がいけないんだ、25と言ったら25だ。350。宝石鑑定士としてこの黒宝石は絶対に落札するわ。さらに100シールド。450シールド。他の方はいかがでしょうか？450シールド。黒宝石のついた手作りのぬいぐるみ。450シールド。これ以上の額を提示される方はいらっしゃいますか？450シールド。落札です。この宝石は私のものね。はぁ、これでお金が足りるといいけど。単身を落札できなかったらどうしよう。うん、絶対に大丈夫だ。少々問題が起こり、自炊鉱脈単身の競売は後に回すことになりました。単身にご興味のある方は今しばらくお待ちください。ただの調整に過ぎませんので、ご心配には及びません。それではここで一旦休憩とさせていただきます。休憩？まさか地髄単身に何か問題が起きたとかじゃないよな。あのスタッフがいる、早く聞きに行こう。地髄単身に何があったんだ、今すぐ私に教えろ。今すぐ。それは少し技術的な調整が必要になっただけだ。なんでそんなにおどおどしてるんだよ。もしかして単身が盗まれたのか？その盗まれたと決まったわけじゃないんだ。売り手にも連絡して人を集めて探させてるからすぐに見つかると思う。
そうだそうだ、遅延には防犯意識がなさすぎる。私は泥棒を捕まえて単身を取り返したい。登録した人たちを疑っているのか。ありえない、俺たちはオークションの全てを監視して。バカ、名誉隊員が言いたいのは、泥棒はオークションっていう機械を利用しただけで売るつもりも買うつもりもないってことでしょ。モグラ島の親分は肝心な時に必ず頼りになるんだ。ちょっと待ってくれ、確認してみる。あ、お前たち以外に買い手登録をしているのに全く入札していない奴がいる。こいつと一緒に登録した候補には覚えがある。行こう、二人を探して尋問するぞ。おい、お前と一緒に登録した候補は今どこだ。ああ、彼なら町に戻ったはずよ。もう逃げたのか。ここに来た時は地髄鉱脈探診とかいうのを買いたいって言ってたのに、途中で考えが変わったのか一人でボルダータウンに戻っちゃったの。私も彼のことはよく知らないから、直接町に行って探した方がいいと思う。本当にそいつが泥棒なのか。俺は違うように思えてきたぞ。まあいい、よそ者、お前たちはボルダータウンに行って奴を探してくれ。俺は他の買い手が勝手に帰ってないか確認してみる。もしかしたら泥棒は今もこの人混みの中に紛れているかもしれないからな。よし、ボルダータウンに行って泥棒を捕まえよう。まだ早いし、どこかへ行く？おいお前、その手に持っているのは地髄探針だな。おとなしく渡せ。なんだお前たちは。誰だ、俺の交渉相手はどこに。名誉隊員、こいつと話をしても時間の無駄だ。さっさと取り押さえるぞ。ただのガキが野獣馬のつもりか。お前たちはこの単身の価値を知ってるのか。忠告しておくが、ボスは苦労してこの単身を手に入れたんだ。万が一。泥棒は黙ってろ。ホールマスターの一撃を食らえ。た。セーブし、君らに選ぶ余地はない。炎の槍を断ち切れ。やめろ、やめてくれ。降参だ降参、少し落ち着いてくれ。単身を渡すから。あのオークショニアから聞いたんだ、地髄単身は少なくとも600シールド以上で落札されるって。600シールドだぞ。そんな大金を見たことがあるか。はあ、お前が信じられるか。こうするのはどうだ、俺とボス、それから数人の仲間で600シールドを集めるから、この単身をお前たちから買い取ったことにしてくれないか。ダメだ、私はそんなことしない。お嬢ちゃん、そんな固く考えるなよ。じっくり話し合おう。ああ、わかったぞ。この単身を独り占めにする気だな。チェン。前はそうだったけど、今は違う。行こう、名誉隊員。オークション会場に戻ろう。待て。本当にそれを返すのか。600シールドだぞ、600シールド。考え直してくれないか。考え直すことなんてない。この単身はすっごく欲しいけど、私は泥棒になるつもりはないからな。私たちは正々堂々オークションで手に入れてみせる。行こう。
本当に単身を取り戻したのか？よかった。本当によかった。これは単身の持ち主から渡してほしいと言われた150シールドだ。取り返してくれた謝礼ってやつだな。それから今回オークションの運営の信頼を取り戻してくれたお礼として、俺たちから50シールドだ。受け取ってくれ。200シールドも？本当にいいの？これはお前たちがもらうべき正当な報酬だ。それにお前たちが地図単身を落札したら、それは出品者にお金を返すのと同じことだろ。そこまでは言ってないが、そう受け取ってもらって構わないだろ。ありがとう。これでオークションで使えるお金が650シールドになった。皆さん大変お待たせいたしました。オークションを再開いたしますので会場にお戻りください。続いては古代遺物地髄鉱脈単身です。流浪者キャンプのベテラン異端者が出品しました。これは旧世界の古代遺物のコアとなる部分で、現代では失われて久しい技術によって特殊な加工が施されております。このような保存状態のいいものにはめったに出会えません。450、480、520、550、560。なんで入札価格に規則性がないんだ？適当に叫んでるのか？650、700、720。名誉隊員、みんなが私たちを見てる。どうしよう。でも私たちには650シールドしかない。720シールド、720シールド。他の方はいらっしゃいませんか？750。最高値が提示されました。750シールド、750シールド。他の方はいらっしゃいませんか？750シールド成立です。おめでとうございます。さあ続いての出品物は？親父の単身。私はやっぱり単身が一番いいプレゼントだと思う。さっき魔女ババアを見かけた気がする。見間違いかな？プレゼントは手に入れられなかったし、戻って魔女ババアの意見を聞こう。まだ早いし、どこかへ行く？ナターシャお姉ちゃん。フック、そんなに泣いてどうしたの？悪い人にいじめられた？親父と私の誕生日会がもうすぐ始まるのに、まだ親父へのプレゼントを用意できてないんだ。つまりオークションでの入札はうまくいかなかったのね。そうね、一本の単身が750シールドで売れるなんて想像もしていなかったわ。え？ナターシャお姉ちゃん、もしかしてオークションに行ったの？フック、フェスマンさんに渡すプレゼントがなくて悩んでるなら、こんなプレゼントはどうかしら。はあ、これってオークションに出てた地髄単身？なんでナターシャお姉ちゃんが？本当は手を出すつもりはなかったんだけど、
君たちが落ち込んでいる姿は見たくなかったから。どう、フック、私から地髄単身を買い取る気はある？これは機器を売って手に入れたお金だ。全部ナターシャお姉ちゃんにあげるよ。ふむ、どれどれ、少し足りないわね。診療所の掃除も2週間するから。3ヶ月よ。3ヶ月、魔女ナターシャお姉ちゃん、もう少し話し合いを。交渉の余地はないわ。ところで、君の誕生日会の準備は順調なの、フック？このお姉ちゃんは招待した？あ、まだしてない。お姉ちゃん、私の誕生日会に参加してくれる？やったー。私はモグラ島の仲間を呼びに行かないといけないから、お前の準備が終わったら私のところに来てくれ。一緒に。フックの親分、功労者が来ました。ジュリアン、余計なことを言うな。あ、聞こえてたか。だが慢心するなよ、名誉隊員。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？先に俺から少し話をさせてくれ。みんなできれば鬱陶しがらずに聞いてほしい。フックを養子にする前は、自分の誕生日なんて知らなかったし、誕生日会なんてしたこともなかった。娘に出会って初めて誕生日を祝う意味を知った。だからフックと同じ日を俺の誕生日にして、この特別な日を一緒に祝うことにしたんだ。それが毎年続いて、いつの間にか俺自身も誕生日会を楽しみにするようになっていた。今日は特別な日だ。フックはモグラ島の仲間に加えて、この親切で勇敢な新しい友人も招待した。みんな、今日は盛大に楽しんでいってくれ。ナターシャから聞いた。あのフックのでかいクマのぬいぐるみ、お前が一緒に取りに行ってくれたんだってな。いやあ、フックは昔あのぬいぐるみがないと眠れなかったんだ。お、親父、それは言わなくていい。私はもう大きくなったから別に危機がなくても寝れる。町を離れてから生活は苦しくなるばかりだった。家計をなんとか支えるために、俺はお前の面倒を見ることもできず、何日も家に帰れないこともあったな。そんな時はいつもキキがフックのそばにいた。俺の代わりにキキがフックの寂しさを紛らわしていてくれたんだ。だから俺は。親父に言いたいことがある。実は、キキを売ったんだ。何？売った？心配しないで、親父。私はもうぬいぐるみがなくても大丈夫。ナターシャお姉ちゃんも、モグラ島のみんなも、名誉隊員も一緒にいてくれるから、私はちっとも寂しくないよ。まさか、売ってしまうとは。俺は、やっぱりダメな父親だ。そんな大事なことも知らなかったなんて。うん、私はちゃんと知ってるよ。親父は私を一番に気にかけてくれてるって。そんな親父を心配させたくなかったから、今まで言わなかったんだ。
ありがとう、フック。だが、それじゃあ俺が用意したプレゼントは。ん？親父は何を用意してくれたんだ？これはぬいぐるみ用の帽子に洋服、化粧台、それにぬいぐるみのお家まで。近頃はおもちゃを作るところが本当に少なくなってきていて、これを買うために何軒も回ったんだ。だがまさか機器が売られていたとは。残念だ。大丈夫、がっかりしないで。ナターシャお姉ちゃんに教えてもらって新しいぬいぐるみを作るから。あ、そうだ、私が親父にあげたプレゼント、早く開けてみて。フックがくれたプレゼントか。わかった、今すぐ開けるよ。これは地髄鉱脈単身。これは私とお姉ちゃんがオークションで落札したんだ。落札に使ったお金は機器を売って手に入れたんだよ。これがあれば親父の鉱脈探測器を直せるよね、親父。ありがとう、フック。このプレゼントは本当に嬉しいよ。ただ今は必要ないかもしれないな。え、必要ないって。フック、よく聞いてくれ。フックへのプレゼントは鉱脈探測器を売ったお金で買ったんだ。え？それじゃあ私のプレゼントも使い道がないってこと？フック、俺からのプレゼントは気に入ってくれたか？俺もそうだよ、フック。俺も同じだ。